こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では僕がユニクロで買った新作アイテムを皆さんにご紹介したいなというふうに思っています。今回買ったのはこちらのアイテムなんですが、オーバーサイズシャツジャケットというアイテムなんですね。これがですね、店頭で試着をしてみたらなかなか良かったので、大人の皆さんにもですね、ぜひご紹介をしてみたいなというふうに思っています。結構ですね、ユニクロって新作の入るタイミングが早いんですよね。動画を撮ってる今はですね、2月の上旬なんですが、結構ですね、春の新作も多いですし、中にはですね、リネンシャツのような初夏に着るようなアイテムなんかももうすでにオンラインで見ることができたりするので、かなりペースが早いかなというふうに思っています。まだまだ寒い日が続くんですが、そんな中でもですね、今回ご紹介するオーバーサイズシャツジャケットはかなり使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんにお勧めしたいなというふうに思っています。僕はこちらの YouTube チャンネルでは基本的にですね、アウター類に関してはネイビーですとかブラックですとか、あとはダークグレーですね、このあたりの深めの色をご紹介することが多いんですが、今回はですね、ちょっと雰囲気を変えましてオリーブ色のアウターを買ってみたんですね。まあ皆さんにとっても結構新鮮かなと思うので、ぜひこのアイテムをですね、皆さんが日常で使っていただけるように徹底的に解説をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説しています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては、僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップチャンネルというものがありますので、そちらもですね、下の説明欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。それではこの後実際に着ながら解説をしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。なかなかですね、雰囲気がいい仕上がりになっているかなというふうに思っています。僕はですね、ユニクロのアウターといったらブラックですとかネイビーですとか、あとはダークグレー、このあたりを選ぶことが多いんですが、今回はですね、ちょっと新鮮なんですが、こういったオリーブという色を選択してみました。他にもですね、カラーバリエーションがあって結構悩んだんですね。どれもめちゃくちゃ良かったんですね。例えば鉄板で言ったらブラックですね。ブラックもすごく雰囲気が良くて迷ったんですけども、僕は同じようなものを結構持ってるのと、春であったらもうちょっと明るいものがいいかなと思って今回はパスをしました。あとオフホワイトも結構いいなと思ったんですが、ちょっと僕の雰囲気にはあまり合わなかったので今回は見送りました。それとですね、ブラウンもなかなか良かったんですね。まあ、トレンドカラーで今っぽい感じも伝わりやすいんですけども、ちょっと春に着るには重たい感じがするかなということで、今回はですね、こちらのオリーブを選択しました。まあ、オリーブというとちょっとミリタリーっぽく感じるかなと思うんですが、オリーブの中でも少し明るさがあるので、春の雰囲気にもですね、割と合いやすいのかなというふうに思っています。見た目はですね、今トレンドとなっているようなシャツアウターになっているんですね。形としては結構シャツに近いんですが、結構厚みがあるのでアウター感覚で軽く羽織れるのがこのアイテムの便利なところかなというふうに思っています。まあ、今の僕の着こなしのように春先であればニットの上にですね、こちらのシャツアウターを着れば着こなしが完成するので、かなり使い勝手がいいのかなというふうに思っています。で、このシャツアウターってちょっと硬いような感じが見た目からはするかなと思うんですが、結構ですね、ストレッチが効いてるんですね。ジャージー素材でできているので、めちゃくちゃよく伸びるんですね。まあ、このようなミリタリーっぽい雰囲気のものだと、どうしても生地がごわついたりだとか硬いイメージがあったりするんですが、そういった僕の中での固定概念を覆すような、めちゃくちゃ軽くて着心地のいい一着に仕上がっているのが、さすがユニクロだなというふうに思うところなんですね。そして色の感じもですね、なかなか良くて、少し洗いをかけたような、ちょっと使い込んだような雰囲気があるんですね。この色合いのちょっと汗せたような感じもなかなか良くて、これはですね、写真で見るよりも実際に着た方がかなり満足度が高いのかなというふうに思っています。そして細かいところなんですけども、裏地がですね、結構滑りが良くて、直接肌に当たってもですね、結構気持ちがいいんですね。まあ、ゴツゴツした素材感のものって肌に直接触れるとちょっとストレスになるんですが、そういったところもですね、しっかりと考えられているので、結構長時間着てもストレスが少ない一着なのかなというふうに思っています。そしてもう一つ大切なのがサイズ感なんですね。まあ、こういったアイテムというのは基本的にベーシックなサイズ感のものが多かったかなと思うんですが、今季のユニクロのこちらのアウターに関しては最初から少しゆとりのあるようなサイズ感になっているんですね。ですので僕は今回通常の S サイズを選択しました。それでもサイズ感はコンパクトというわけではなくて、ややゆったりになっているのが分かっていただけるかなと思います。よく見ていただきたいのはこの肩のラインなんですね。これが最初から少し落ち気味になっているので、ぴったりとしたサイズ感というよりは少しだけトレンド感というものを加えたような着こなしが簡単に作りやすいのかなというふうに思っています。僕は今回もですね、サイズ選びは結構迷ったんですね。
S にしようかな、M にしようかなというふうに迷ったんですが、まあ、ベーシックな大人の着こなしを目指すのであれば、通常サイズを選んで、まず間違いがないかなと思うんですが、もうちょっと今っぽさを出したいだとか、トレンド感を楽しみたいという場合は、あえてワンサイズ上げてもですね、バランスがいいのかなと思うので、そのあたりに関しては皆さんの好みで選択をしていただければなというふうに思っています。で、大切なのはこのアイテムをどのようにコーディネートするかなんですね。特に今回はですね、オリーブという色合いなので、少しコーディネートにおいても工夫が必要なのかなというふうに思っています。まあ、いつものようにブラックですとかネイビーのような濃い色であれば結構着こなしは簡単なんですが、このオリーブという色は失敗するとですね、結構やぼったく見えがちなので、どのようなアイテムと合わせるのかはすごく重要なのかなというふうに思っています。今回の僕の着こなしなんですが、まずは内側にですね、この動画の中では定番的な白の丸首ニットを入れています。こちらもユニクロのですね、ミラノリブの丸首ニットなんですけども、この白を取り入れることでオリーブのやぼったさというところを少し和らげるようにしています。まあ、白という色は春らしさだとか清潔感を表現するような色なので、こういったオリーブ系との相性はめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんもですね、活用していただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関しては今回もブラックを選んでいます。オリーブのカジュアル感を今度は黒で引き締めるという意味でバランスが整いやすいのかなというふうに思っています。今回僕はスラックス調のアイテムを合わせているんですが、これはですね、ブラックジーンズなんかに置き換えてもいいかなと思うので、皆さんのお好みの方で選んでいただければなというふうに思っています。このようなオリーブ系のアウターを使うときには、ホワイトですとかブラックですとかパキッとした色を選んだ方がですね、収まりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。ちなみに今僕はですね、前は全部開けてきてるんですが、これをですね、あえて第一ボタンまで閉めると、また見え方が全然変わるので、ちょっとやってみたいなと思っています。はい、閉めてみました。どうでしょうか。まあ、第一ボタンを閉めてみると、また全然印象が変わるかなと思います。ちょっとですね、ミリタリーっぽいカジュアルなアイテムなんですけども、第一ボタンまで締めることで、結構小綺麗なシャツアウターとして着ることができるかなというふうに思っています。まあ、第一ボタンを締めるときには、上からだいたい2、3個ぐらい留めて、下はですね、あえてボタンをしないで、内側に着ている白のですね、ニットを見せてあげると、少し軽快な感じが伝わりやすいかなと思うので、こういった着こなしもですね、一つバリエーションとして知っていただければなというふうに思っています。まあ、この後ですね、ちょっと違ったパターンのコーディネートも解説したいなと思うので、着替えてみたいと思います。はい、着替えてみました。どうでしょうか。今度はですね、このシャツアウターの下にバンドカラーのストライプシャツを合わせてみました。着こなしとしては内側を変えただけなんですけども、だいぶ印象が変わったかなというふうに思っています。まあ、シャツアウターというアイテムと、あと内側はシャツですね。両方ともシャツなんですが、襟の形が違うだけでだいぶ印象が変わってくるかなというふうに思っています。もちろんですね、内側に着るシャツがレギュラーカラーの普通のものでも問題ないかなと思うんですが、あえて襟の形を変えてあげることで印象を変えるのも良いのかなというふうに思っています。まあ、今回はですね、ストライプ柄のバンドカラーシャツを合わせているんですが、こういったストライプの柄が加わることで着こなしのですね、アクセントにもなるので、このような着こなしもですね、ぜひ皆さんにお試しいただければなというふうに思っています。やはり今着ているシャツアウターがオリーブ色ということで結構カジュアルに見えるので、内側に着るものに関しては先ほどのようなニットですとか、あとはシャツ系の方が少し大人っぽい雰囲気が出せるかなというふうに思っています。僕はどちらかというとこちらの着こなしの方が好きなので、春先にですね、ぜひこういったコーディネートを楽しみたいなというふうに思っています。ちなみに先ほどはちょっとお伝えし忘れたんですが、靴に関しては明るさを出したかったのでライトグレーのですね、スーパースターを合わせています。まあ、2月の後半から3月以降に関しては少しずつですね、春らしい要素を加えた方がいいかなと思うので、こういった白だとかライトグレーのスニーカーがあると結構ですね、季節感が出しやすいかなと思うので、こういったもので春らしさを出していただければなというふうに思っています。今回のようなシャツジャケットとバンドカラーシャツの合わせというのはですね、結構簡単でなおかつ大人っぽく見えやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロの新作であるオーバーサイズシャツジャケットについて解説をさせていただきました。これはですね、なかなかおすすめなアイテムなので、ぜひ皆さんもですね、店頭に行って試着をしていただきたいなというふうに思っています。結構カラーバリエーションがたくさんあるので、どれがハマるのかは人それぞれかなと思うんですが、まあ、多くの男性がですね、ネイビーですとかブラックを選びがちなのかなと思っています。それは僕自身も同じなんですが、たまにはですね、ちょっと違う色にトライしてみるのも新鮮な気持ちになるのかなというふうに思っています。中でも今回ご紹介したオリーブはですね、単体で見るとなかなか難しく感じるかもしれないですが、今回ご紹介したようにホワイトのニットを合わせてみたりだとか、あとはストライプ柄のバンドカラーシャツを合わせてみたりだとか、
こういったスタイルであれば結構ハマりやすいかなと思いますし、ボトムスに関してはブラック系のスラックスかもしくはジーンズかで合わせればまず失敗がないかなと思うので、ぜひ皆さんもですねお試しいただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けて使いやすいアイテムですとかコーディネートをどんどん紹介したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。